では書いていこうと思います。続いて拡大バージョンで書いてみようと思います。続いて真正面バージョンを書いていこうと思います。墨をたっぷりつけて筆の真ん中ら辺を持って、では書きます。ピタッと止めてスーッと動かして根元から開ける。しかも上もピタッと止めてスーッと動かしてしっかり止めて根元から開ける。で、点を打って、ゆっくりと回転させてピタッと止める。で、ここも根元から上げる。ひらがなのなと書いてみました。しっかりと直線があってですね、この三画目は二画目よりちょっと下の方に書くのがいいですね。で、回転のところ雑に書かないでしっかりと止めて綺麗に止まるように書いてみてください。チャンネル登録よろしく。高評価、コメントが僕たちの支えになります。ぜひともよろしくお願いします。